どうもウンパルンパです。本日はですね、こちらリニューアル、新しくねリニューアルオープンしましたサッカーショップカモの新宿店に来させていただいております。こちらね、新しくなったということで、まあ綺麗でね、広くてちょっといろいろあるということですので、ちょっと今日どんな感じなのかね、見させていただきたいなと思います。1階は多分ね、こうユニフォームだったりいろんなこうグッズがありまして、でじゃあちょっと2階もね行きますかね。遠藤航選手に柴崎選手、うわ、ワールドカップ、そしてレオネル・メッシ、これはすごいですよ。あ、こちら2階はあのスパイクとかトレシューとか靴がね結構メインとなってる、コーナーですね。あの L 字型でいろいろありますね。あ、ボールもこれあって、てか広いっすねこれ。ちょっとじゃあ、見ていきましょう。名古屋グランパスの試合でキックインセレモニーやらせていただいた時にトレシューなので、ちょっと今日そのトレシューをね探しに来たんですけど、ちょっとトレシュー選びをよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。ちょっとプーマのフューチャーあたりで、はい、ちょっと僕23なんですけど、はい、大人サイズってあったりしますかね。23だとちょっとジュニアサイズさすがにないですよね。はい、企画にはなって、ま、本当にね、23歳で、はい、あの足のサイズ23センチって今までいました、お客さんで、ね、まあゼロではないかなと思って。ゼロじゃないですか、はい、ちょっと待って、めっちゃそれ勇気持てるんですけど、僕ゼロではないけど、まあ、ちょっと少なめではありますめちゃくちゃ構っていただいてるんですね多分ゼロですねあ、そうか、これか。そうですね、こちらの車のトレーニングシューズっていうことなんで、まあ、こちらのモデルになる。あ、そうですね、でも、はい、そんなにこの大人サイズと変わんないですね。めちゃくちゃかっこいいですね、ジュニアでも。そうですね、もうジュニアでもしっかり作られる。はい、うわ、すげえ。ちょっとじゃあこちらの23センチちょっとあったりしますかね。はい、在庫を確認させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、少々お待ちください。このやっぱ下がね、この芝生っていうのがいいですよね。これなかなかないんですよ。でやっぱり実際に履いた時の感触とかここで試せるんで、これめちゃくちゃいいですよ。やっぱりその普通の床とは違って、そのスパイクのポイントの刺さり具合とか走る感触とか、これいいですね。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ何種類ぐらいあるんですか。めちゃくちゃあるですよねこれ。フェイスと、まあ、店頭に出てるものだけだと、はい、やっぱりこうサッカー職人のカモの中でもかなりフェイスアウトが揃って、そうですよね、はい、こんなこの字型であるのあんま見ないな。そうですよね、はい、L 字型で。あ、間違えた間違えた、はい、この字型じゃ L 字型じゃ、すいませんね、はい、アホなんですよ。うわ、あ、めっちゃフィットしてるわ。はい、ありがとうございます。あ、めっちゃいいなこれ。サイズは小さくはないです。大丈夫ですか。いや、これめちゃくちゃちょうどいいです。ここも、まあ、ここやや空いてるんですけど、僕横幅が広いんで、はい、多分これ以上小さくすると多分横幅に来ちゃうんで、これベストフィットサイズな気がしますねこれ。店頭でも、まあ、サイズ感的にはこうあんまりめちゃめちゃ大きいって感じではないんで、そうですね、買っていただいた最終ポジションでは問題ないかなとは。そうですね、ちょっと一回結んで歩いたりしますね。はい、あ、これだな、これだ、来た。うわ、これやっぱめちゃくちゃいいわ、芝生で実際体感できるのが。そうですね、実践に近いような想定できます、はい、この切り返しとかのやつがやっぱり普通の床とかだとできないから、新宿店いいですねこれは。ちょっと新宿店、いやー、どうしよう、もう早速決まっちゃったっすけど、なんか大丈夫ですかね、もっとぜひ、まあ、いろいろ試していただけるのが、うん、まあ、あとはサイズ刻んで試してみたりとか。確かに、じゃあちょっと一応、どうだろうな、これもう一個はどれ、一応 3.5 も一応持っては来てみたんですけど、なるほどっすね、多分 3.5 になるとちょっと大きいような気もするんで、そうっすね、もう一つの種類の、はい、はい、もう一つちょっとプーマのやつ、はい、はい、ちょっと23があればお願いします、はい、いいっすねこれ。
馴染んでますもん、もう色がいいっすね、この綺麗な色に映えますよね、ピッチとかでもね、はい、ピッチが映えるようになっているんで、うわーモデルとしては、先ほど履いてもらったピッチャーは、まあ、この甲の部分、ニットになってるんですけど、はいはいはい、こっちは甲の部分がちょっとセパレート分かれて大きくなってるんで、はいはい、確かに、まあ、この高い肩とかでも合わしやすいかなと思いますね。あ、なるほどっすね。あ、これもでもいいな、めっちゃフィット感はある。はいはい、なるほどなるほど。あ、これもでもめちゃくちゃね、フィット感はありますね。サイズ感も全く問題ないですね。あ、いいですねこれも。あ、いやーでもめっちゃフィットはしてるけど気持ちいい、はい、ちょっと僕は多分横幅があるんで、はい、フューチャーの方が横幅のゆったりさみたいなのはあるかもしれないですね。まあ慣れたら全然わかんないかもしれないですけど、今んところファーストインスピファーストイン、ごめんなさい、ちょっと笑わないでくださいね笑われちゃったんですけどね、ファーストインスピレーションっていうんでしたっけ、第一印象みたいな感じはこ、あ、じゃあインプレーションだインスピレーション、はい、もう 今ここの店舗にいる全スタッフさんからね、突っ込まれたんですけども、もう本当に教養がないんですよね、単語が全然わかんないんですよ。ファーストインスピレインプレッションは気持ち、いや、どちらもめちゃくちゃいいんですけど、気持ち僕はこちらの方がいいですかね。どちらもデザインめちゃくちゃかっこいいんですけど、ちょっとやや横がちょっときついかなってイメージあるんですけど、まあ、でもこれ多分慣れたらね余裕だと思うんですけど、馴染ませていける、そうですよね、はい、でもめっちゃフィット感はめちゃくちゃあるです。うん、いや、いいっすわこれも。いや、今日何よりね、僕オレンジがね大好きなんですよ。だからやっぱ普段着てるウェアのね色もオレンジとかなんで、ね、こうオレンジがいいんでね、かっこいいっす。まあ、迷いどこっすね。杉内さん的には僕どっちが似合ってますか。綺麗なんですけど、はい、そうですね、履いていただいた感じにフューチャーがすごくしっくりきてるのかな、はい、あとは、なるほどなるほど、そうっすね、確かに僕も、はい、わー、でも際どいっすけどね、結構なんか今この短時間だけでめっちゃ今馴染んでるっすもん、もう最初に履いた時より。まあでも確かにフューチャーっすかね。ちょっとじゃあこちらのフューチャーをいいっすか、ご購入させていただきたいです。ありがとうございます。はい、ということでね、今日ちょっとこちらサッカーショップかも新宿店でね、いろいろお買い物させていただいたんですけれども、いや、とにかくね、やっぱ種類が多いですし、やっぱ何より店員さん、スタッフさんがね、もう親身になってね、相談を受けてくれる、やっぱこうね、私の足のサイズをね、しっかりとこう尊敬リスペクトもしてくれる、いや本当にね優しいので、皆さんぜひとも行ってほしいなと思います。フューチャーのね、めちゃくちゃかっこいいトレシューもね、購入させていただけたので、ぜひね皆さんもここ来ていろんなものね買っていただきたいなと思います。はい、本当に本日は最高のお買い物できました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またすぐ来ます。はい、はい、ありがとうございました。すいません、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。